ブラウン。ブラウン。ブロウン GMBH は、ドイツクロンベルク、日本拠を置く小型電気器具メーカーである。1921年に、マックス・ブラウンによって設立された。日本においては、電気シェーバーや電動歯ブラシが有名。2005年までは、ジレットの子会社であったが、2005年からは、P&G によるジレットの買収に伴い同社の子会社になった。 ブラウン社の歴史はエンジニアであったマックス・ブラウン。マックス・ブロウンが1921年にドイツ西部の都市フランクフルト・アムマインに小さな機械工場を創設したことに始まる。彼は1923年にラジオセットのための部品の生産を始め、創業から8年後の1929年にはラジオそのものの製造にも乗り出した。まもなく、 ブラウン社はドイツを代表するラジオ製造会社へと成長する。1932年には複合ラジオとレコードプレイヤーを初めて世に送り出すことになる。そして1935年、ブランドとしてのブラウンは発表され、A の文字を大きく表したおなじみのロゴマークが確立した。1937年のパリ万国博覧会では、マックス・ブラウンは、 強音速記の分野での特別賞を受賞している。3年後には、従業員が1000人を超えるほどに成長した。ブラウン社は最先端のオーディオ機器の開発を進め、1956年に、現在でも有名なレコードプレイヤー ASK-4 を発表した。ブラウン社は、その後まもなくハイ、ファイオーディオとレコードプレイヤーで広くな知られるようになった。 1950年代はブラウン製品として現在最も知られている電気シェーバーの生産を始めた時代でもある。S50 はブラウン社から発売された最初の電気シェーバーである。シェーバーの開発が行われたのは1938年であったが発表は第二次世界大戦の影響で1951年に延期された。この製品の特徴は薄くて丈夫な紅白が 上部に取り付けられた振動カッターである。この方式は今でもブラウン社のシェーバーに採用されている。1950年代の中頃から、ブラウンブランドはドイツのモダンインダストリアルデザイン、また機能性と技術の融合と密接に関わり始めた。当時最も影響力のあったデザイナーはディーター・ラムスで、彼はブラウン社のデザインスタッフの一員であった。ラムスはかつて、 ウルムのデザイン学校、ホークシュラ・ファージェスタルムウルムで教師をしており、最終的にブラウン社のデザインスタッフのトップに立つことになる。また彼は1950年代後期と1960年代に渡るドイツデザインの復興期における重要人物もある。彼のデザインしたブラウン社の製品で最も有名なレコードプレイヤー ASK-4 や、 高機能な 35mm スライドへャキ D シリーズは機能主義デザインの代表的な例である。その他にモダンデザインを象徴する商品としては知名度は高くはないが静電型スピーカーユニットブローン LE1 がある。ディーター・ラムスとディートリッヒルブスは共同で昔ながらのラインナップであるアラーム時計の監修もしており、彼らのコラボレーションは1987年発売の AB20 に始まり、2005年にラムスが担当を退くまで続いた。ディーター・ラムスは30年近くブラウン社のデザイン部のトップを務めた後、ペーター・シュナイダーを後継者として1995年に引退した。彼のデザインした流線型のコーヒーメーカーや計算機、ラジオ、カミソリなどの多くの製品はニューヨーク近代美術館に永久展示されている。 1970年代には、ブラウン社の多くの製品のデザインは、ポップアートの影響を受け始めた。この時期のブラウン社のデザインは、この新しい流れに沿い明るい色使いや軽い感覚を取り入れつつ、機能主義の信念を保っていた。世界市場で、長期的競争力を維持するため、研究開発と工場設備拡張において、大規模な投資が必要となり、 1967年にジレット社が出資することとなった。1984年にブラウン社はジレット社に完全子会社化され、さらに2005年にジレット社が P&G に買収されたことにより、同社の子会社となった。2012年に P&G はブラウンの電動調理器具部門をデロンギに売却した。1981年から2003年、 2008年に一時的に復活したまでモーニングレポートと銘打った CM を放送していた。これは家を出る前に髭剃りを済ませたサラリーマンを捕まえ、もう一度ブラウンのシェーバーで髭剃りしてもらって、さらに剃れた髭を確認してもらうというものだった。この CM のバリエーションとして電動歯ブラシの CM でも通常の歯磨き後に残った思考を認した後に電動歯ブラシで磨いてもらうというものも登場した。なお2009年以降は一般人ではなく芸能人以下参照を起用した CM を放送している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。